こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。中央運輸の仕入れの方法が分かりません。リサーチのやり方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう、はいえー。この動画では中央運輸の仕入れの方法ですね。まあ、これをです、ね、あのぜひ、ね、紹介させていただきます、はいえー。まずですね、こちらですね。このサイトなんですけど、アリバー1688ですね。を利用していますで。今回ですね、例にするのは、この ピアスん一ピアですねこの二つで一つっていう風に考えていただければいいんですこのピアって,言ってますねはいあの値段なんですけどこの一括バッチっていうのを見ていただいて二ペアこの要はこれあのこれにこの二つ一ペアと考えていただければいいんかと思うんですけど二ペアから二点三元ですねで、えー、とですね一元だいたい十六点七か十六点八なんですよだいたいその辺をだいたいこう動いてるんですよね。 はい、でこの2から11ペアでしたら2.3弦で作るということなんですよ。で、こっちは 12, 点あ 12, です12から119ペアで2.1なんですね。ちょっと安くなりますよね。で、120以上でした2弦。もうかなり安いですよ。0.333。っていうふうに見ていただければいいかと思います。なので、これはです、ね、あの 2, 2つから、2つ注文していただければ作りますよってことなんですよね。で、え頼むは頼むどんどん安くなっていくっていうふうに見ていただければいいかと思います。これですね はいで大体このアリバマ168はこういったふうになってますので、ぜひ、ね、ここを確認していただければと思います。はいで次なんですけど、代行業,業者、中入代行業者ですね、こちらを使っていただくんですけどこれはですね B2B って言って、私たちもですねあの代行ですねあの業者として考えて利用していただければいいかと思います。ただしし弱点がありまして、えーと 1>, あの1個当たり単価を安く仕入れることはできるんですけど大量に仕入れないとですね逆に税金とかで配送料がもうマンとなってきまして高くなってしまいますその点を、ね、注意していただければいいす大量仕入れることができればですね安くもう30円とか20円で、ね、1個当たり仕入れできますのでその点ぜひ注意してくださいでこのアリエクスプレスっていうのはですね、えー、簡単に言っちゃいますと B2C ですね、まあ、向こうは業者としてはこちらカスタマーなので顧客ですであの すごい、小量数少ないです例えば10個とかね、5個とかで、あの安い単価で仕入れているんですけど、まあ、送料無料なんですけど、逆にですね、何が怖いかと言いますと、商品自体が高いです。もうこちらに比べれば5倍とかね、6倍とか7倍で売ってるのザラなので、こちらの方でも確かに利益出るんですけど、こちらで大量の仕入れることによって、ま、当たりにこちらの仕入れタグできますので、ぜひね、まあ、使い分けというかね、あのー、 サイドビジネスややる方、副業でやる方はこちらの方でいいかと思うんですけど、本業でやる方はぜひこちらの方をね利用していただければ、ね、いいかと思います。はい。はい。LINE、えー、登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万稼げるマリヒマニュアルプレインします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube か質問一切受け付けていません。LINE アート登録をよろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。 よろしくお願いします。ありがとうございました。